長さだったりとかどれぐらいの厚みの角で、めっちゃマニアックなことを聞くから困ってます。そうだよね。やっぱりダンプなんで、ケツが命なんで。レインボーラメの細かいやつ、ザ個性ですね。ジェットラ TV をご覧の皆さん、こんにちは、しおりです。毎度、北川です。よろしくお願いします。します。お名前は須藤です。須藤さん、はい、同じく須藤です。お孫さん、はい、ね、はい、よろしくお願いします。こちらのスーパーグレート、どなたが乗られてるんですか？これ普段違うあの運転手が乗っていて、今日ちょっと来れなかったんで、はい、で代わりにちょっとじいちゃんに運転してきてもらったんですよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ普段は運転はされてないんですか？ダンプ乗ってますから、ね。そうですね、はい、もう今は乗られてないんですね。いや乗ってますよ。あ、乗られてるんですか、はい、現役で、はい、何年ぐらい？もう50年になりますから、半世紀乗り続けて。はあ、すごいですね。すごい。じゃあこの車は自分から説明しますんで、はい、よろしくお願いします。こちらの車種はスーパーグレート、はい、私は三菱ですね、はい、そう乗ってます常に。そうなんや。普通の何乗ってんの？スーパーグレートですね。同じですね。で、いつもあの重機運ぶ回送車っていう長いやつと、うん、はいはい、あとダンプどっちも乗ってるんですけど、うん、あ、両方？両方です。そうなの、はい、ダンプの方はマニュアルで、うん、ミッションでね、はい、うん、で、回送車の方はオートマ、うん、オートマ、はい、あ、セミオートマですかね。セミオートマ、はい、なるんですけど、両方とも使い分けて、ね、はい、そうですね。それ安いですね。あ、僕全然乗ったことないから。あ、そうなんですね。スーパーグレート分かんないんですけど、乗りやすさはありますね。そうですね、まあ、乗りやすい、乗りやすいですね、はい、あ、まずこれってこれですね、ナンバー枠、はい、これって動くんですか？そうですね、ここのバイザーみたいなのが、うん、あ、じゃあ調整可能？そうですね、ということで、はい、まあ、今は固定しちゃってますけど、はい、緩めれば、ちょっと緩めれば好きな角度に自由にできるっていう、ね、はい、じゃあこれバイザー付きにできる、まあそうですよね、はい、すごいなぁ。で、フロントだったりとかはメッキ類はちょこちょこちょこと、ね、はい、付けられてる感じなんですね。ミラーもそうですもんね。ミラーもね、うん、これ、ナットキャップはこれどんなナットキャップを付けられてるんですか？Z さんで買ったやつですね。あ、こちら Z さんで購入された、はい、これちなみに長さだったりとか長さまでは覚えてないんですけど、めっちゃマニアックなことを聞くから困ってます。そうだよね困るよね。すいません、まあちょっとね、長さは長めのやつをね。あ、そうですね、あの、はい、はい、うん、じゃあ、 あのこちらのサイドバンパーはこれ、ひろりさん、これ分かります？これサイドバンパー分からないんですけれども、うんうんうん、正解は一号車言うと思ったナイスです。乗らすな乗らすな、もう黒板にね似せて作られてると思うんですけど、はいはい、黒板をね、角をねつけて作られてると思うんですけども、こちらも運転手さんに寄り切りってことなんですね、はいはい。こちらの砂切りもきちっと作られてますよね。これもやっぱり高さを出すために結構作られてるって感じ。そうですね、まあやっぱりダンプなんで、うん、まあケツが命なんで。ですよ、はい、ダンプケツ命、はい、でこちらにはまだ何もされてはない。そうですね、うん、これは、まあ、別にステンは張んなくていいかなって。ただもうこのままで。そうですね、このままで、はい、あえてのこう色で。そうですね、同色で、はい、うん、これあれですね、またアンドンが、うん、さっきとはまた違う。本当だね、これアンドンが。今度はこれ竜ですね。竜ですね。関口工芸さんですね。出ました、出た関口さん。関口さん、はい、関口さん竜の絵めちゃめちゃ得意ですね。あ、そうですね、はい、これ縁はこれは角起こしで作られてるんですか？あ、そうですね。あ、はい、そうなんですね。しかも結構これ太くないですか？どれぐらいの厚みなんですか？角数は名前を伺っても大丈夫ですか？はい、尾崎です。尾崎さんで、はい、よろしくお願いします。尾崎さんお願いします。あれアンテナのところパイプ、うん、結構太めのがほんまやね、これあれついてるんですけど、太めのパイプがついてますね。あちら、まあ、アンテナ固定っていうのもあるんですけど、うん、
まあなんていうか、まあ太い方がまあよく見えるしいいかなみたいな。あ、目立ちますよね。はい、まあ、飾りっていう意味でも飾りっていうのは、まあそれも兼ねてみたいな。そういう風に見てくれればいいかなっていう。はい、飾りだと思ってこれ見ながらね、これ見てくださいね。はい。で、これ塗装なんですけど、これ塗装もこれね、はい、いろいろ。めちゃ綺麗ですよ。綺麗なんですけども。ラメが、これいろんなラメが入ってますよね。うん、これはどんなラメを使われて作られてるんですか？これはなんかメイン赤ラメとか、うんうん、7色ラメとかを、うん、レインボーラメの細かいやつで付けられてるんですね。はい、あ、細かいやつとかあるんですか？あの、ね、種類が？ラメにもいっぱい種類があって喋り出すとキリがないんだけど、はい、はいはい、もうカットしましょうね。喋り出すとキリがないんでね。こちらのナンバープレート枠なんですけども、はい、出ましたよ、またやっぱ太さにこだわってつけられてるんですね。まあ、そうですね、まあ、しっくり見えた方が、はい、いいかなと思って、ちょっとできるだけごつめな感じ、はい、こちらのね、はい、結構だってここだけで存在感バシッとありますよ。うん、やっぱこれがあるのとないのとで結構存在感変わりますね。そうですね、だいぶ変わりますね。はい、なんかあれ、うん、プロテクターすごいでかいごついのがついてますけど、ナンバーのと枠と一緒なんですけど、はい、ちょっとごつめに、はい、ダイヤモンドテールつけて、結構大きいですよね、はい、ちょっとあのアンドのところ寂しいんで、はいはい、もうちょっとこう後日また、はい、後日つける予定みたいな、はい、感じではあるんですけど、はい、メインアンド今ちょっと、はい、寂しいんですけど、はい、メインアンドはもちろんどちらで、セギフォーで、セギフォーで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、サイドバンパーなんですけども、またちょっとこれ形状がまた変わってきましたね。これ違いますね。1台目、2台目とかとまた。ね、ちょっと違ってきましたよね。運転手さんのこだわりポイントになりますか？もう運転手のセンスですね。あ、やばセンスで、はいはい、センス。いろんなダンプ見て、うん、はい、あの自分の好きな作りで、感じですかね。はい。ダンプといえば、ね、このケツ側がね、はい、一番気になるところなんですけども、上もこれまたこれ背が高いね。これ高いですね。これ普段何運ばれてるんですか？これは普段は残土運ばれ、残土ですよね、はい、こんな高くする必要あります？あ、見たくれが大きければちょっとなんかあれかなと思っていいかなと。やっぱ迫力なんですね、やっぱりね、はい、そこはね、はい、でこれちょっとね、後ろ側砂切りだったりとか、ちょっと形状もまた変えて来られてるお車かなと思うんですけども、これはこの上側が塗りで作られてて、そうですね、でそこから下はステンを貼られてるって感じなんですね、はい、でこのケツのね飛び出し、こちらのところだったりとかも、これ形状かなりこだわって作られたんですか？そうですね、まあ爪隠しなんですけど、うんうん、さっきのは、はい、あの反ったんですけど、こっちはこんな感じで作ったんですけど、あ、こう折って付けられたんですね、はい、あ、そうだったんですね。ごつく見えるよね。てかこれめちゃめちゃなんか今まで見たよりもすごい深いっていうか、うん、でかって、うん、ダーンってでかーってこうめっちゃ見上げる感じなんです。うん、確かに確かにそうだよね。これテールって、うん、はい、お目にかかったことがあまりないようなやつなんですけど、なかなか珍しいよね、 これってこのテールね。そうです、一応あの、うん、ダイヤモンドの型じゃないですか、うんうん、なんですけど、あえてこう丸テールぶち込むっていう、このダイヤモンドの形態してダイヤモンドじゃなく、うん、あえて丸ぶっ込んで違った、また人とちょっと一味違う。ああ、そうですね、 そこをまた変えられてるわけなんですね。よく見ると丸ですもんね。でしかもこのボックスがまた珍しいんじゃないかなと思うんですけど、普通真四角の四角でねボックス作られてると思うんですけど、これ結構立体感があって作られてるんですけど、これもじゃあ人と被りたくないっていうところを意識して、個性というすごいザ個性ですね、はい、で、うん、あれですよね、うん、ここのちょっとアンド部分が今、はい、確かにちょっと寂しくなってるんですけど、ちょっと寂しい、今まで結構、うん、絵がこう描いてあったじゃないですか、立派な絵が、ね、関口さんの絵がバチーンって入ってたと思う。これはこれから何かあれですか、うん、それはもちろん、はい、もちろん、はい、もちろん、もちろん関口工芸さんで、はい、関口工芸さん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、リアバンパーこれ塗られてるんですね。パープルに普通にラメ吹っ込んだだけなんですけど、一応これももう変えるような、はい、あれではあるんですけど、これから予定です、はい、予定で、はい、予定で。じゃあ今後楽しみですね。そうですね。ちなみにどんな感じで今考えられてるんですか？いや、やっぱりね、会社バナナつけてるんで。あ、出たバナナね。バナナちょっとそこぐらいは統一して、後ろ姿だけでもみたいな感じは、ちょっと統一感を出したいなって感じなんですけど、はい、はいはい、じゃあ今後じゃあテールがバナナに、こっからこうまた進化していくっていう、はい、したいなっていう、はい、なるほどですね。1台目のお車なんですけども、ザ仕事車みたいな感じで
使い込まれてるお車ではあると思うんですけども、その中でもシンプルに綺麗に飾られてるなっていうイメージがしましたね。私もこの2台目のダンプ、うん、もうやっぱラメがすごい可愛い目立つ7色ラメね、はい、キラキラで、でこれからまたアンドンも新しくなるということで、うん、これからまたますます進化していくのが楽しみですね。ですね、楽しみですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと最後ステッカーなんですけども、はい、ぜひこちら、はい、どこかに飾ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ザ大人のダンプ、この組み合わせが渋いですよね。黒板バンパーで、これよく見るとこの太さがかなりごついんですけど、太いですね。ここと一体型になってるよね。おいくら何十万円するんでしょうかねこれ。今日の動画は以上になります。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てください。はい、ほな